ヘアピンレースミニ編み方、左右違う大きさのループのブレード、編む準備、糸玉につながっている方の糸を下にして交差させます。交差の輪の中から糸玉につながっている方の糸を引き出し、結び目を作ります。結び目が小さくなるように糸を引き締め、輪を作ります。作った輪を編み機の左のピンにかけます。糸玉につながっている方の糸を右のピンの手前から後ろに回します。右のピンにかかっている糸を引き、結び目が左のピン側に寄るように輪の大きさを調整します。輪が小さくなりすぎたら糸端側の糸を引くと輪が大きくなります。糸のかけ方、小指から人差し指の順に糸をかけます。編み機の持ち方、左手の中指と親指で編み機と輪を挟むようにして持ちます。ループの編み方、左側の輪の手前から針を入れ、糸をかけて引き出します。左側のループが小さくなるように左のピンの近くで引き抜きます。1段目が編めました。レース針の針先を下にしてループの手前に立て、編み機を左側に半回転させます。編み機が裏返り、右側のピンに糸がかかります。左側のループの手前から針を入れ、続きを編みます。左側のループが大きくなるように右のピンの近くで引き抜きます。片側のループが編めました。常に左側の一番上のループを拾います。必要なループ数になるまで続きを編みます。編み終わり、編み終わりは10センチ程度残して糸を切り、針にかかっている糸を引き抜きます。編み機からブレードを外します。左右違う大きさのループのブレードが編めました。商品のご紹介、ヘアピンレースミニ2センチ幅の編み機とレース針ナンバー0がセットになっています。ブレードやモチーフなど小物を編むのに適したサイズの編み機です。